プレクムルスカ・ギバニツァプレクムルスカ・ギバニツァは、スロベニア北東部にあるプレクムリエ地方とそこに隣接するクロアチアのメジムリエ地方に起源を持つ何層にも重なったケーキ。プレクムリエ地方の特産品であるが、スロベニアを代表する伝統的な食べ物として広く知られている。土台の部分には、薄力粉、上部の生地には強力粉を使い、4種類の層には、スクータ、 ケシの実、クルミ、リンゴ、レーズンなどを使う。この独特なケーキの材料には、プレクムリエ地方の農産物の多様性がよく、表れていると言えるだろう。プレクムルスカギアバニツァの名前は、この地域で話されている、プレクムルスカ方言で、重なることを表す、ギュバという語に由来している。何世紀にもわたり、プレクムルスカギバニツァは、プレクムリエ地方やメジムリエ地方において、 祝祭や儀式の際に振る舞われてきた。レシピの起源は正確には明らかになっていない。しかし古い記述をたどれば、現在のケーキのレシピは、数世紀の時間をかけて完成されたようである。1828年のヨジェフコシッチによるギバニツァについての最古の記述には次のようにある。以下のようにして作られるギバニツァという食べ物なしにして、コストバニエは成り立たない。 ギバニツァの生地を薄くなるまで伸ばし、その上にすりおろした株、キャベツ、またはカッテージチーズを乗せる。そして、また生地の層でそれを覆うように乗せていく。これを10回ほど繰り返して完成する。後世になってからはケーキを甘くするために、蜂蜜が使用されるようになった。このタイプのギバニツァは、プレクムリエ地方でも特に、ハンガリー語が話される地域から広まったとされる。 このプレクムルスカギバニツァは2006年のヨーロッパの日に議長国を務めたオーストリアによってスロベニアを代表する歌詞に選出された。2010年3月にはヨーロッパにおける原産地名称保護制度に指定された。セルビアでは同じギバニツァという名称で別の料理が伝統的に親しまれている。ありがとうございます。